種別鬼レンチャン。この企画は同じ種別をマックス5レンチャン、再生回数4000回以下で即終了のルールのもとでご紹介し続ける企画です。第2弾は関東 vs 関西の快速急行の陣として、私鉄の定番種別である快速急行についてご紹介しています。1レンチャン目は小田急線の快速急行についてご紹介。こちらは無事4000回を超えてクリアとなりました。今回は2連チャン目、この大和西大寺駅から近鉄線およびその先阪神線の快速急行についてご紹介していきます。近鉄線および阪神線にはどんな特徴があるのでしょうか。めちゃめちゃ私鉄、今週も2回配信、今回も最後までよろしくお願いします。めちゃめちゃ私鉄ということで、今日乗る電車はこちら、大和西大寺駅22時22分発快速急行の神戸三宮駅です。近鉄線で快速急行は奈良線、大阪線、難波線の3路線で運転されています。奈良線の便は大阪難波からは阪神線方面まで直通しており、全区間で快速急行として走ることが特徴です。運転時間帯は朝の5時台から23時台までのほぼ終日であり、阪神線との直通電車も22時台まで走っています。本数は20分間隔の阪神線直通電車がベースであり、一部時間帯は大阪難波発着が追加であったり、逆に30分間隔に減らされたりすることもあります。また運転区間は近鉄奈良から大阪難波までがベースであり、阪神線直通は尼崎または神戸三宮まで直通しています。さあ入ってきました。こちらが2連チャン目、近鉄線および阪神線の快速急行神戸三宮駅です。近鉄奈良始発で今日は1026系6両と9020系2両をつなげた8両での運転でした。快速急行には近鉄線も阪神線も両方の車両が使用されており、両数は10両、8両、6両となっています。ただ、後ほどご紹介しますが、そもそも1両あたりの長さが異なり、また近鉄線内は何両でも問題ありませんが、阪神線内には両数にいろいろ制限があります。では、乗っていきます。大和西大寺駅を発車。関東 VS 関西の快速急行鬼レンチャン。2連チャン目、近鉄線と阪神線の快速急行の旅がスタートしました。今回はこの阪神線の快速急行に終点の神戸三宮まで乗車します。終点神戸三宮までの所要時間は1時間と16分、結構かかるみたいですが、これが最速の行き方です。なお各駅停車で行きますと尼崎までで1時間15分くらいかかりますので、大幅な時間短縮にはなっています。この先途中は学園前、生駒、鶴橋から西九条までの各駅、尼崎、向こう側、甲子園、今津、西宮、魚崎に泊まっていきます。一部各駅に泊まる区間はありますが、基本的に全区間で通過運転を行う種別であるようです。ということで、今回は終点の神戸三宮まで近鉄線と阪神線の快速急行にはどんな特徴があるのか、いろいろ見ていきます。また近鉄線と阪神線の快速急行、実は性格が全然違いますので注目です。電車は大和西大寺の次は学園前に止まります。途中は綾目池の一駅の通過です。電車は大和西大寺を出た後しばらく経過しますと、いい感じの速度で走っています。こちらは間もなく綾目駅を通過。この駅は準急までが停車の駅です。近鉄奈良線では急行を走っていますが、そちらも全区間で通過運転を行っています。そのため急行通過駅は準急までが止まる駅か、区間準急あるいは各駅停車までが止まる駅となるようです。これは小田急線で見た展開と同じであります。さて大和西大寺発車から4分、電車は間もなく学園前に到着します。この駅は全種別が止まる駅、奈良線には距離が短いため特急の本数は少なく、所要時間も快速急行とほぼ変わりません。この駅の1日の乗降客数は
約4万4000人で、奈良県内では2番目に利用者が多い駅となっています。乗り換え路線こそありませんが、快速急行はちゃんと利用者が多い駅に泊まっていくスタイルであるようです。学園前の次は生駒に泊まります。途中は富尾、東生駒の2駅の通過です。快速急行ですからスピードに期待したいところなんですが、どうやら前の電車に詰まってしまったようで、電車はノロノロと走っています。しかも現在地は山越えをしていくトンネル内であることが驚きでしょう。なお大和西大寺時点で前の準急は5分前に出発していますが、早くも追いついてしまったようです。この後どこで抜かしていくのかは注目していきましょう。電車はまもなく東生駒を通過します。この駅は準急までが止まる駅、奈良線の運転拠点となる駅で、一部時間帯には当駅発着の電車も運転されています。なお1日の乗降客数は約1万5000人で、そこまで多くもないようです。ホームは通過線付きの待避可能駅でありますが、追い抜きはありませんでした。快速急行はごくわずかな便が東生駒で追い抜きを行っていますが、基本的にはもう少し先の駅で抜かすスタイルで走っています。この一区間については快速急行らしい様子を見ることはあまりできませんでした。めちゃめちゃ施設、電車は生駒を発車。この駅は全種別が止まる駅です。1日の乗降客数は約4万2000人で、学園前に並ぶくらい利用者が多くなっています。またこの駅は奈良線だけでなく生駒線と京阪奈線が乗り入れする駅です。現在はこの奈良県内から大阪市中心部までは奈良線と阪神難波線の直通電車を利用することができますが、他に京阪奈線と大阪メトロ中央線の直通電車を利用することも可能です。なかなか大阪方面へのアクセスが良い駅となっています。さて電車は次は鶴橋に停まります。途中は石切から今里までの合計12駅を連続で通過します。近鉄線の快速急行はこの12駅が連続通過数のマックスとなるようです。電車は生駒駅を発車して程なくしたらトンネル区間を走ります。ここからはしばらく生駒山地越えです。さてこの近鉄線の快速急行はこんなに停車駅が少なく連続通過が多い理由は、一つは奈良県内から大阪中心部への速達性を確保することにあります。そしてもう一つはこの先の通過駅に生駒および学園前を越える利用者の駅がないことが挙げられます。この点も1連チャン目小田急線の快速急行の時と似た性格を持っているようです。なお急行についてはこの先一部区間で停車駅が違います。そしてトンネル区間の中で山の頂上を越えて現在は下り坂を走っています。そしてトンネルを出たらすぐに駅を通過していきます。電車はまもなく石切を通過します。この駅は急行までが止まる駅、1日の乗降客数は約7600人で全然多くありませんが、急行が止まっています。おそらくホームが2面4線の待避可能駅になっており、接続の面で便利だからでしょう。なお快速急行についてはここで前の準急を抜かしていきます。また準急もこの石切駅から通過点がスタートします。ただ停車駅が違うため快速急行を先に通したようです。なお準急が走っている時間帯の通過駅へのカバーとして東生駒始発の各駅停車が運転されています。そして電車はここから先も慎重に坂を下りながら走行します。この辺りは山であったところを中は無理やり線路を通し家を建ててきたエリアです。こちらは間もなく向方を通過します。この駅は区間準急までが停車の駅、区間準急はこの先東花園まで各駅に停まっており、主に日中時間帯を中心に走っています。1日の乗降客数は約3100人で、奈良線の中では一番利用者が少ない駅になるみたいです。そしてその後しばらく走ったら前の電車に追いついてしまったようで、ノロノロと走っています。近鉄線の快速急行、結構追いつきがちというのは一
つの特徴なのかもしれません。そして石切駅で準急を抜かしていますので、次に前を走る電車は東生駒始発の各駅停車となります。電車は少し間隔が開いたため加速しています。こちらは間もなく京丹山を通過。この駅は区間19までが停車の駅ですが、1日の乗降客数は約1万8000人で、一部の準急停車駅よりも多くなっています。ホームは通過線付きの大日の駅ですが、大井駅はありませんでした。なお一部の快速急行は氷炭屋まで向かすこともあるみたいです。大井駅については前の電車との間隔に合わせて柔軟に対応していることがわかります。そしてようやく前の電車が快線に入りましたので、この電車も本気を出して走っています。近鉄奈良線の最高速度は105キロで、こちらは小田急線よりかは速いようです。電車は東花園を通過。ここで前の各駅停車天ヶ崎駅を追い抜きます。こちらは阪神線の車両での運転でした。今でこそ相鉄線東急線の直通運転がありますが、地下鉄を介さずに大手私鉄同士で直通運転を行っていたのはつい最近まではこの近鉄線と阪神線だけでありました。逆に関西は地下鉄を介した私鉄同士の直通運転がありません。そして隣の河内花園駅もあっという間に通過していきます。なお区間準急が東花園から通過運転を行っていますので、ここから先の一部の通過駅は各駅停車のみが止まる駅です。この駅の1日の乗降客数は約1万300人。大阪府内に入ったからといって利用者が多いわけでもないようでした。そしてこちらは少し飛んで、電車は間もなく伏せを通過します。この駅は急行までが止まる駅で、ここで前の普通天ヶ崎駅を抜かしていきます。こちらは東花園始発で、この快速急行とは関係なさそうにも見えますが、実はこの後関係していきますので注目です。伏せ駅は大阪線との合流駅。大阪線で走る快速急行は朝と夕方に運転されており、急行よりも停車駅を絞って最長友まで走る種別となっています。なお伏せ駅は上下でホームが分かれていますが、ここからは一時福井線区間のように走っていきます。さあ隣の今里も通過。この駅は普通のみが止まる駅。1日の乗降客数は約1万人です。なお快速急行についてはきっちりと利用者が多い駅に止まっていきますが、それ以外の種別は運行上必要な駅に止まることが特徴であります。さて大和西大寺社から26分、電車は間もなく鶴橋に到着します。ここまで準急ですと33分、急行ですと28分かかりますので、快速急行はどの種別よりも早いことがわかります。この駅は JR 大阪環状線や大阪メトロ千日前線との接続駅です。1日の乗降客数は約13万人で、近鉄奈良線の中では2番目に利用者が多い駅となっています。生駒の山の地域からたった15分で環状線のところまで来られるとはなかなかすごいことでしょう。ただ鶴橋からは一旦阪神線西九条まで各駅に停まります。そして大和西大寺社から33分、電車は間もなく大阪難波に到着します。この駅は近鉄線の終点で阪神線との境界駅です。当然全種別が止まる駅となっています。さてここまでは近鉄線の快速急行について乗ってきましたが、その特徴は利用者が多い駅にしか止まらなく、その結果奈良県内から大阪市の中心部まで一気に通過していることにありました。ただ早すぎるがゆえに前の電車に追いつきやすいのも特徴です。追い抜きは合計3回行っています。大阪難波駅は阪神線とつながる3番乗り場の到着です。めちゃめちゃ施設、電車は隣の桜川を発車。この駅は阪神難波線快速急行までが止まる駅です。難波線内については西九条までは利用者数に関係なく全電車が止まっています。特に桜川駅は1日の乗降客数が約5000人で、
かなり少なめですが、この駅は阪神線と近鉄線の運行システムの境界駅になっており、乗務員さんの交代はここで行っています。だから快速急行は通過できないようです。そしてその隣はドーム前駅です。駅間は 1km も離れていないため、すぐに着いてしまいます。この駅も快速急行までが止まる駅で、1日の乗降客数は約9500人です。このドームというのはオリックスの本拠地京セラドームのことを表します。阪神線といえば甲子園球場ですが、難波線の開業によってもう一つプロ野球球場の最寄り駅を通るようになりました。電車は隣の九条発車。この駅は快速急行までが止まる駅で、大阪メトロ中央線との乗り換え駅となっています。大阪メトロ中央線は近鉄京阪奈線と直通しており、生駒から九条までは直通運転で下ルートあることになります。この駅の1日の乗降客数は約1万4000人で、難波線として新しく開業した駅の中では大阪難波駅に続いて2番目に多いそうです。そして九条駅を出た後、ほどなくして電車は地上区間に戻っていきます。そして大和西大寺発車から42分、電車はまもなく西九条に到着します。この駅は快速急行までが止まる駅で、大阪環状線との接続駅です。鶴橋から西九条まで、もし阪神線と近鉄線が直通していないと環状線で向かうことになりますが、所要時間は現状よりプラス10分かかります。大阪の中心部を横切る路線というのはかなり利便性向上につながっているようです。この駅の1日の乗降客数は約3万5000人で、阪神線の中では6番目に多い駅となるようです。ホームは2面2線とシンプルな構造であります。西九条の次は天ヶ崎に泊まります。途中は千鳥橋、電報、福、歴島、大松の5駅の通過です。阪神難波線内で通過運転を行うのは快速急行のみ、他の準急と区間準急は各駅に止まっています。この点は近鉄線の性格を息づいている面があるようです。ただこの先の阪神線方面に入りますと性格はガラッと変わります。ちなみにこの区間の各駅に止まる電車は先ほど不正規で抜かしたあの電車です。さあ電車は淀川を渡ってまもなく福を通過します。この駅は準急までが止まる駅ですが、1日の乗降客数は約1万2000人で、これまで止まっていた駅よりも多くなっています。難波線の新規開業区間で快速急行が各駅に止まるのはおそらく新駅のアピールのためでしょう。ここは同じ新規開業路線の京阪中之島線に似たようなところを感じます。そしてこの辺りで大阪府を抜けて兵庫県に入っています。この快速急行は3県をまたいで走る電車です。意外と関東も含めて3県をまたいで走る快速急行というのは近鉄と阪神だけとなっています。こちらは大松を通過。この駅は阪神本線と難波線の合流駅ですが、両路線も各駅停車のみが止まる駅です。この点は不便に思うかもしれませんが、尼崎でも乗り換えしていい特例が用意されていますので、迷わず快速急行に乗って OK のみたいです。電車は尼崎を発車。快速急行には尼崎止まりも走っています。そちらは運転時間帯は朝と深夜で、本数調整が必要な時間帯に限られているみたいです。またここまでは10両編成が入れますが、ここからは最長で8両編成までの運転です。そのため一部の快速急行は切り離しを行うことがあります。さてここからは阪神本線を走ります。阪神本線には上位の優等電車として特急種別、また1ランク下の種別として急行が運転されています。阪神本線の快速急行はこれまで見てきた近鉄線および阪神難波線の快速急行とは別の性格を持っているようです。なお天ヶ崎を出て特急は甲子園まで通過ですが、快速急行は次は向こう側に停まります。こちらは早速出屋敷を通過。この駅は普通のみが止まる駅ですが、ホームは近鉄線の6両までは止まれる長いサイズであるそうです。
さて、大和西大寺社から52分、電車はまもなく向こう側に到着します。難波線内の各駅に止まる区間の影響で結構時間が経っていました。この駅は快速急行までが止まる駅で、急行も止まっています。阪神線の快速急行は基本的に急行と同じ停車駅ですが、とある事情によってそうならない場合や、この先特急の停車駅を通過する場合があります。この向こう側駅も平日の朝は快速急行が通過しているそうです。1日の乗降客数は約2万5000人、駅自体の利用者だけでなく向こう側線からの乗り換え客も利用していると思われます。電車は甲子園を発車。この駅は全種別が止まる駅です。ただし直通特急は平日朝ラッシュ時間帯は通過しています。阪神本線で全電車が止まる駅は尼崎駅のみ、他の駅は何かしらの種別が通過しているか、そもそも運行区間外かで顔を合わせることがありません。なお甲子園駅は一部の種別が終点になっていますが、快速急行は尼崎を出た便はすべて神戸三宮まで向かっています。さて電車は次は今津に止まります。途中は楠川の一駅の通過です。阪神線は近鉄線とは異なり、優等電車が途中から各駅に止まることがありません。さて大和西大寺社から58分、電車はまもなく今津に到着します。この駅も一部の快速急行が停車の駅、2001年に一旦快速急行全列車が止まっていますが、2009年に急行が全列車停車になったタイミングで快速急行は土休日のみの停車に、その後2020年2022年に平日日中夜間にも止まるようになり、今は朝のみ通過となっています。これはもともとホームが160メートルしかなく、近鉄車の8両が止まることができなかったからです。2019年にホームを延伸し、朝の混雑分散による通過以外は全部止まれるようになったそうです。電車は西宮を発車。この駅では向かい側前の各駅停車をオフに来ました。またこの駅は区間特急以外は停車の駅で、特急も止まる駅です。また急行は大阪梅田からここまでの運転となっています。快速急行と急行は昔から2種別走っていますが、本当は統合した方が分かりやすいでしょう。しかし先ほどの今津駅の事情や朝ラッシュの混雑対策に細かく種別を分ける必要があるため、なかなか統合することができないようです。このホームの長さの都合というのはこの後も出てきます。さて電車は次は魚崎に停まります。途中は高路園、内出、芦屋、深江、奥義を通過します。そして阪神線の快速急行も結構速く、最高速度は近鉄線より1キロ速い106キロとなっています。電車はまもなく芦屋を通過。この駅は特急の停車駅ですが、快速急行は一部民のみ止まる駅です。2009年に快速急行の停車を開始しましたが、ホームが130メートルしかなく、2020年以降は快速急行が8両編成として走る場合は止まることができないため、通過運転が復活しています。最初は土休日だけ8両編成であったのが、平日にも拡大し、現在は6両で走る平日朝ラッシュ時間帯のみの停車となっているようです。逆に6両編成で輸送力が限られるため、朝ラッシュ時間帯は向こう側や今津を通過しているようでした。ちなみに快速急行は土休日の方が利用者が多いようで、平日は阪神線内だけ日中時間帯30分間隔で走っています。さて大和西大寺社から1時間と8分、電車はまもなく魚崎に到着します。この駅は全種別が止まる駅ですが、急行や区間特急、区間急行はすでに運行していない区間に入っています。1日の乗降客数は約2万8000人です。ホームは2008年に130メートルに対応し、2020年には170メートルに対応したことによって全部の快速急行が止まれるようになりました。ちなみに阪神線と近鉄線は
車両の長さが違うまま直通運転を行っています。阪神線は18メートル車で8両になっても144メートルですが、近鉄線は1両21メートルで8両ですと168メートルと結構違うようです。なお130メートルというのは近鉄線の21メートル車6両分ということになっています。魚崎の次は終点の神戸三宮に停まります。途中は住吉、御影、石谷川、新在家、大石、西灘、岩屋、春日野道の8駅を連続で通過します。この8駅連続通過というのが阪神線の快速急行ではマックスの連続通過です。電車はまもなく御影を通過します。この駅は特急種別の停車駅ですが、快速急行は通過です。ただ通過するという割には超ゆっくりと走っていますが、この駅は急カーブ上に位置していることが特徴であります。その際、近鉄の車両が安全に止まれるスペースがないということで通過となったようです。これまでの駅と異なり、6両編成ですら止まることができないため通過しています。ただこの駅は待避課の駅であり、ここで前の各駅停車を抜かしていました。各駅停車の運駅は西宮と御影の合計2回となっています。さて、大和西大社支社から1時間と16分電車はまもなく終点の神戸三宮に到着します。この駅は全種別が停車の駅で、快速急行の運転はこの神戸三宮までとなっています。かつては新開地始発がありましたが、現在は廃止されてしまったようです。関東 vs 関西快速急行鬼連チャン、2連チャン目としてご紹介したのは近鉄線と阪神線の快速急行です。唯一の私鉄同士の直通快速急行でありましたが、その性格は大きく異なっていました。近鉄線は最終領域にしか止まらなく、途中駅を飛ばしまくるエース種別でありましたが、阪神線は物理的な障壁を乗り越えられた駅には止まり、乗り越えることができなかった駅は特急停車駅でも通過する、ある意味運行上は厄介な種別であったようです。両方の会社も立ち位置としては急行以上特急未満でありますが、性格は大きく異なっていました。ただ追い抜きの回数についてはしっかりと確保され、終日にわたって走っていることも共通です。また最大の連続通過は近鉄線は12駅、阪神線は8駅でありました。終点の神戸三宮駅は行き止まりの2番乗り場に到着します。さて、今回見た近鉄線および阪神線の快速急行を踏まえ、この動画の再生回数が4000回を超えたら、次回は西武線の快速急行について見ていきたいと思います。その前のつなぎとして、めちゃめちゃ私鉄、次回は来週11月11日月曜日に京急線から京成線の最長の特急電車、三崎口始発京成高砂駅に乗っていきます。京急線内で特急が増えたとはいえ、全区間で特急として走る最長便は京成高砂までの電車です。今回はどちらの路線も特急停車駅を中心にじっくりと見ていきたいと思います。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。番組の感想は X でハッシュタグ新土地をつけてポスト、その他ご意見ご要望などは何でもフォームをご利用ください。最後までのご視聴ありがとうございました。